選手の真似して速くなれ。どうも、スリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールの速く泳ぐ簡単なコツを詳しくご紹介していきます。あなたはこんなお悩みありませんか？もっと速く泳ぎたい、クロールですぐ疲れてしまう、タイムをもっと縮めていきたいというあなたに向けて、本日は4つのコツをご紹介していきます。動画の後半には3つの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1. ローリングはしない。 2. 書き始めがピーク。 3. テンポを守る。 4. 頭をぶらさない。以上4つを詳しくご紹介していきます。動画内で疑問点や相談のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。それでは1つずつ見ていきましょう。1つ目、ローリングはしないということについて解説していきます。1. ローリングはほぼしない。 2. 傾けることは重要。 3. 息継ぎの時もできるだけ抑えるということで、クロールをまず早く泳ぐためにやってほしいこと、1つ目はローリングをできる限り抑えるということです。 100% しないわけではないです。結局クロールを泳ぐ際っていうのはどうしても左右傾けながら泳がないと泳げないものではありますので、そんな中でもできる限りローリングを抑えて泳ぐことがタイムを縮めるための秘訣になります。傾けること自体はとても重要です。全く傾けないとなるとそれで抵抗になってしまうので、多少の傾きはつけるようにしてください。そして息継ぎの時もポイントですね。息継ぎの時はローリング普段よりも大きくなりますが、そんな中でもぜひローリングを抑えて息継ぎも行ってみてください。2つ目、書き始めがピークということについて解説していきます。1. 書き始めが一番重い。 2. 水のボールを後ろに送る。 3. 逃げちゃダメということで、今度は手の書きでのコツをご紹介していくんですけど、書き始めで一番水の重さを感じてください。よく言われるのがプッシュ、書き終わりの時にグッて押すんですよってよく言われるんですけど、確かに書き終わりも重要ではあるんですけど、書き終わりだけグッて重く書いたとしてもそこでしか進むことができないので、あまりそういう泳ぎ方は私はおすすめしていないです。どちらかというと一番書き始めでしっかりと水をつかむイメージとしては、一番書き始めのところで水を重く掴んで、そのできた水のボールを後ろに最後まで送るというイメージでやると、私は結構スピードがつくんじゃないかなと思います。重さから逃げないようにしてみてください。3つ目、テンポを守ることについてご紹介していきます。 1. 疲れてようが守る。 2. テンポを守るのが最優先。 3. かけていなくてもいいということで、早く泳ぐため私は一番重要だと思ってるのがテンポです。これは私小学生の頃からずっとやってました。早く泳ぐにはテンポを遅らせてはいけないんですね。最初例えば 50m 泳ぐのに、前半の 25m は 1-2-1-2-1-2 ぐらいのテンポでやってたはずが、後半疲れてくると 1-2-1-2 とかになってくると、やっぱりもうそれだけでタイムロスになってしまう、遅れてしまうんですね。もうどれだけ疲れてようが、水がかけていないだろうが、テンポは最初も最後もずっと変えないことが重要です。ずっと守れるテンポを最初から決めて泳いでみてください。4つ目、頭をぶらさないということについてご紹介していきます。 1. まっすぐ泳ぐため。 2. 疲れてくるほどぶれる。 3. 真下のラインを見るということで、最後は姿勢についてご紹介していきます。姿勢は、骨盤後傾とか腹筋に力を入れる、体幹に力を入れる、今まで散々言ってきましたが、一番手っ取り早いのは頭をぶらさないということです。ぶらすってどういうことかっていうと、体のローリングに従って頭の向きも変えるということですね。それを一切なくすだけで体幹に勝手に力が入るようになりますので、
体幹に力を入れるっていう意味がわからないという方は、まずは最初頭をぶらさないということにとにかく意識を向けてみてください。これは一つ目、小さい蛇行を防ぐためですね。そして疲れてくるほどやっぱりブレがちなので、それも気をつけてください。ということで、おすすめの3つの練習法をご紹介していきます。まず1つ目やっていただきたいのがスカーリングになります。こちらは手の書きに効く練習です。手の書き方でのコツでご紹介した、書き始めが一番ピークということなんですけど、書き始めでまず一番ピークに持ってこなきゃいけない、持ってくる技術を習得するためにもスカーリングは重要になってきます。書き始めでしっかりと最初から水を抑えること、そこで自分自身で水のボールを作ること、これをイメージしながらぜひスカーリングをやってみてください。スカーリングがなかなかできない、進まないという方ほど、やっぱり書き始めでちゃんと水は捉えられていないです。反対に言っても同じですね。水を捉えられていない人っていうのはスカーリングで全然進まないので、ぜひ練習してみてください。2つ目やっていただきたいのがプルブイになります。こちらはプルブイを足に挟んでクロールを行っていきます。こちらは手の書きの練習でもあるんですが、それよりも重要視していただきたいのが頭のブレです。プルブイを挟むことによって下半身のブレはかなり抑えられるようになるので、そのままの流れで頭のブレも抑えるようにしてみてください。ローリングはそこまで気にしなくていいですが、ローリングに従って頭がブレないこと、コースごとに下の真下に真ん中のラインがある方はそれをずっと見つめるイメージで泳いでみてください。それだけでも体幹に力を入れることができます。最後3つ目やっていただきたいのがパドルになります。パドルの時は、手にパドルをはめることと、あとはプルブイをぜひ使っていただきたいです。プルブイを使うことによってキックを抑えて、かつローリングを抑えてくれます。パドル単体で見てしまうと、手のかきの練習かなって思うかもしれませんが、こちらもちろん手のかきも、勝手に鍛えられるは鍛えられるんですけど、それよりもローリングを抑える、たくさん水をかいてる中でもローリングをしっかりと抑えるっていうことに注目して、ぜひパドルをやってみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。